We're back with another video of Dynasty Warriors Gundam Reborn. Today we're back with Gundam Seed Destiny, and we're in the last episode. I believe it's the last episode because it says final, right? Or it's more like the final power. So let's go right in and see what happens. 最後の力。月に逃げたジブリールは巨大ビーム兵器レクイエムをプラントへ向けて射出する。デュランダルの命を受けたミネルヴァは直ちに月に向かう。そしてレクイエムを停止させ、ついにジブリールも倒すことができた。ロゴスは殲滅され、これで戦争のない世界が訪れると誰もが考えた時、持って生まれた遺伝子で全てが決定されることに神さえも動揺する。しかし戦争のない世界を築くにはこれしかないとレイに強く説得される。人はもう本当に変わらなければならないんだ。あんなことを二度と繰り返さないために、世界は本当に変わらなくてはならないんだ。レイはあのラウル・クルーゼと同じくネオの父のクローンだった。スーパーコーディネーターキラを生み出す研究の副産物として生み出された命。俺たちは誰もが皆この世界の欠陥の子だ。だからもう全てを終わらせて帰る。俺たちのような子供がもう二度と生まれないように。レイの言葉にシンはうなずくしかできなかった。オーブのカガリはデスティニープランを拒否した。デュランダルは人類の敵であると断じて手始めにオーブに同調した月の連合軍基地を壊滅させる。その時使われたのは連合から接収したレクイエムだった。大量破壊兵器を廃棄せず再利用したことにザフト内部でも動揺が走る。レクイエムが次の標的とするのはオーブだった。レクイエムを止めるため、そして未来を手にするため、キラやアスラン、ラクスたちは出撃する。オーブはプランに対する最後の砦です。失えば世界は飲み込まれる。絶対に守らなくてはなりません。All right, so let's begin. Chuke station を落とさなければ、またいつどこが撃たれるかわからない。俺たちが中継ステーションを落とし、オーブの別動隊がレクイエム本体を叩くか。やるしかないな。オーブを守る。彼らに負けたくなければ。勝敗を決めるのはスピードです。やめろ。防衛部隊を撃ち、ステーションを制圧します。 Alright, we gotta capture the relay station. フリーダム、行きます。アスラン、ああ、行こう。アスランゼロ、ジャスティス、出る。 Stop running.I'm not sure which one is the relay station.
なところで何をやっている。早くやることやっちまおうぜ。ギアか貴様、こいつを落とすんだろ。シリー、ステーションに取り付くまでは面倒見てやる。あとは知らんからな。Hey, why is this Gundam back? これよりメサイアは戦闘態勢に入る。ネオジェネシス発射準備。突破します。キラ君、援護するわね。また撃ってくるぞ。車線上の連中を下がらせろ。早く。まずいぞキラ、このままでは。Come on, Kira, let's do this. みんなはここを突破してレクイエムを。アスランザラ、ジャスティス出る。すまないキラ、こっちは任せてくれ。死ぬなよ。もうやめろ。照準アークエンジェル、ザフトの誇りにかけて今日こそあの船を撃つ。グラディス艦長。もうやめろ。
やっぱ俺って不可能を可能に。マリュー、俺は大丈夫だ。もう俺はどこにも行かない。終わらせて帰ろう、マリュー。対モビルスーツ戦用意。グラディス艦長、消えていただこう。ラクス・クライン、そしてアークエンジェル。これでいいのよね、これでいいのよね。マリアか。えい、ジャスティス、アスラン。やめろ、ルナ・マリア。下がれ、君を撃ちたくなどない。シン、お前はジャスティスを。フリーダムな。俺が撃つ。先に仕掛ける。続いて、本艦が援護します。裏切り者を今度こそ倒すんだ。それがお前の仕事だ。終わらせろ、全ての過去を。メイン。ああ、分かった。大丈夫か、ルナ。もうやめろ。機関最大、残存する別動隊と合流し、レクイエムを破壊します。動け。もうやめろ、シン。もうやめろ、お前も。過去に囚われたまま戦うのはやめるんだ。何を。そんなことをしても何も戻りはしない。なのに未来まで殺す気か、お前は。世界はもう変わらなきゃいけないんだ。だからオーブは撃たなきゃならないんだ。ふざけるな。お前が欲しかったのは本当にそんな世界か、力か。シン、もうやめて。アスランも。やめろ。バカ野郎。アスラン君、無事ね。時間がないわ、早く合流してレクイエムを。了解。もうやめろ。無事でいろよ。
アウト。フリーダム、行きます。アスラン、みんな、あとは僕が全てを終わらせる。キラ・ヤマトという夢のたった一人を作る資金のために俺たちは作られた。ただできるという理由だけで。だがその結果の俺は人より早く老化し死に至る。もう一人の俺はこの定めを呪い全てを壊そうと戦って死んだ。誰が悪い、誰が悪かったんだ。俺たちは誰もが皆この世界の欠陥の子だ。だからもう全てを終わらせる。俺たちのような子供が二度と生まれないように。そうさ、終わらせる。今度こそ全てを。どういうことなんだ。誰だ、誰なんだ君は。わかるだろう、お前には。俺はダウンクルーゼだ。人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラ・ヤマト。ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に。ラウル・クルーゼ、生まれ変わるこの世界のために。取り戻せないもの、それが過去。だからもう終わらせる、全て。そしてあるべき正しき姿へと戻るんだ。人は、世界は。でも違う、命は何にだって一つだ。だからその命は君だ、彼じゃない。Alright, this is just similar to the final battle at the end of the show. If you haven't seen the show, there's a dubbed version. Of course, it's not Japanese like this. So you should definitely watch that if you don't know Japanese. Oh, this is bad. All right, I think we got him. Oh no, we didn't. Wow, I can't believe that didn't take off as much as I thought it would. Oh great, he got that boost now. Is he like healing? How come he's stuck at that hell?
プラントの要塞メサイアは沈黙した。キラは崩壊を始めるメサイアに乗り込み、自身の手で決着をつけるべくデュランダルの前に立ち、彼に銃を向ける。いいのかな、本当にそれで。そんなことをしたら世界はまた元の混迷の闇へと逆戻りだ。そうなのかもしれません。でも僕たちはそうならない道を選ぶこともできるんだ。それが許される世界なら。だが誰も選ばない。人は忘れる、そして繰り返す。こんなことはもう二度としないと、こんな世界にはしないと、一体誰が言えるんだね。誰にも言えはしないさ。君にも、無論ラクス・クラインにも、やはり何も分かりはしない。でも僕たちはそれを知っている。分かっていけることも変わっていけることも。だから明日が欲しいんだ。どんなに苦しくても変わらない世界は嫌なんだ。傲慢だね。さすがは最高のコーディネーターだ。傲慢なのはあなただ。僕はただの一人の人間だ。どこもみんなと変わらない。ラクスも。でもだからあなたを撃たなきゃならないんだ。それを知っているから。だが君の言う世界と私の示す世界、皆が望むのはどちらかな。今ここで私を撃って再び混迷する世界を君はどうしようというんだ。覚悟はある。僕は戦う。とどろく銃声、胸から血を吹き出し崩れ落ちるデュランダル。しかし彼を撃ったのはキラではなかった。キル、ごめんなさい。でも彼の明日。キラの言葉で妄衆から解き放たれたレイが、明日を守るためデュランダルを撃ったのだった。レイの出した答えになぜかデュランダルは満足そうな様子を見せる。そして駆けつけたタリアと共に三人は炎の中へ消えた。その様子を見届けてキラはラクスたちの元へと帰る。今日とは違う明日が待つ世界へ。こちらはエターナル、ラクス・クラインです。ザフト軍現最高司令官に申し上げます。私どもはこの中域でのこれ以上の戦闘継続は無意味と考え、それを望みません。どうか現時点をもっての両軍の停止に同意願います。クリコズミックイラ74、プラントオーブ首長国連合は停戦、終戦のための協議に入った。両国の関係を仲介したラクス・クラインはプラント評議会の要請を受け、プラント本国へ戻った。
終戦からしばらく後、シンはルナ・マリアやアスランと共にオーブを訪れていた。そこでシンはキラと再会し、彼がフリーダムのパイロットであることを聞かされる。動揺するシンにキラは静かに右手を差し出した。ダメかな。ためらいつつ手を伸ばし、キラと握手を交わすシン。いくら吹き飛ばされても、僕らはまた花を植えるよ、きっと。それが俺たちの戦いだな。一緒に戦おう。Alright, so that was the end of the game, and it looks like there is some finishing points that wasn't in the American dub version. I don't remember Shin kind of meeting Kira, so I'm not sure if it was cut out or whatever, but luckily I was able to see it here. That was quite interesting. Hopefully I do get to see it in American and see what happens. But yeah, that is about it. That is Gundam Seed Destiny. If you haven't checked out Gundam Seed, you should definitely check that one out as well.